はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。公明局やっていきましょう。はい、今回はヤクルト戦です。カレンダーで言えばここです。はい、マジック点灯しました。うん、だいぶね、そうだね、カレンダー見ても8月は白星が圧倒的に多いんで、うん、ただね、よく勝てたなと思うのが西岡と上本が怪我したんですよ。セカンドいねえってなって、まあ、上本も復活したんですけど、あと、西岡もあと1日かなって復活なんですけど、わからないな、それで、この黒瀬って選手をとりあえず連れてきました。うん、結構使ってましたね、この選手は。あとね、この荒木って選手、この選手がすごい使えた。まあ、俺は結果でしか飛ばしてないんですけど、成績もね、16試合で20打席立って3割5分、うん、成績で、まあ、盗塁はないんですけど、足も速いし、結構ユーティリティプレイヤーで使いやすい選手ですね。うん、でキャッチャーが常に3枚、まあ、今なりを、ね、キャッチャーとしてカウントするかどうか微妙なんですけど、鶴岡、藤井、あと梅野くんがいたんですけど、梅野くんは2軍に落として、うん、ここら辺の枚数増やしました。内野手外野手、うん、っていう感じです。そうだね。じゃあ、荒木入れましょうか。どこ入れようかな。センターに入れて、ライトに山、あ、大和休ますよ。うん、これでいきます。まあ、これで問題ないかな。うん、これでいきましょう。まあ、結構初めてのそのやりくりにはなったんですよ。その2軍から持ってきて誰をどうしようとかっていうやりくりを初めてしたけど、楽しかったですね、やってて。よし、じゃあ、サイコロタイムいきます。振ります。7番、誰だ、今成サード。よし、やっていきましょう。フィールドプレー、今なり OK です。やっていきましょう。サードやるのは 2回目かな。うん、頑張りましょう。誰が正解なんだろうね。西岡と上本がいなくなった上でセカンドに誰置くか。俺が置いてたのは、黒瀬選手と、あと関本選手。ただ関本選手ね、俺代打要員として使いたかったんだよね。あと誰置いたか、まあ、なんかちょこちょこ置いてましたね。大和はユーティリティプレイヤーだけど、もう外野手固定で使ってるんで、本当に困った。どうしていいか分かんない、選手を知らないから。もう勝利数ランキング、いいね、いい感じだね。誰か、うん、抜けてほしいね。さあ来い。打った、右中間に強い打球、これはどうか。頑張れ。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。まあね、まあ、この企画は結構フィールドプレーを主にやってるんですけど、2球目打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸びて、オッケーオッケー。球が飛んでこないよ、なかなかね、自分がやってると。バントか、やはり痛めました。バントか、どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できる、大丈夫、ちょっと笑顔も見えるし大丈夫かな、この場面で。よし来い。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト、2アウトランナー。来い。アウトコース打ちました。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。先制のチャンス。その西岡上本いないときに今成がいないことも重なったし。あと、まあ内野手ではないけど俊介も怪我していなくなったんですよ。本当にね、いろんな選手がいなくなったの。引っ張った、ライトへ打球伸びる。
で俺が1番バッターに起用したのが伊藤隼太選手を1番バッターに持ってって、まあ結構コロコロ変えてはいたけど、どうしたら乱闘になるぞ本当に、完全にすいません。バッターは来い、変化球で本当に来ないよね球ね。実際阪神って怪我多いチームなのかな。打ちました、これはどうか。え、待ってボールを拾って、これでマルチ。いや俺サードに入りたいわけじゃなかったんだよ、ボール取ってあげたかったんだよな。田中バント、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バントしました、取りました、一塁送球。全然役に立たない送りバント成功バシッと取ってやりたかったよな。インコース詰まりました、ショートに任せます、掴んで2アウトです。うまいね鳥谷ね。うまい、素晴らしい反応を見せた、一塁送球します。いいなあ、いいなあ、羨ましいなああいうの。3回の裏、何気に3割バッターじゃん。日産、いや最近ねバッティングが全くいけてないからね俺。いかがですか。そうですね、あの主導権をね早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。2球目打ちました、うん、俺後半戦入ってから俺の動画さ、マノッチ操作の選手全くもって活躍しないよね。打ちました、アウト、ワンアウトです。まずは先頭バッターを襲っています。初球打ち、レフトへ打球伸びる、レフトフライです。レフトが取りました、2アウト。暇ですぞ。2球目打ちました、見えない。鳥谷が掴んで3アウトです。鳥谷さんすいませんね、助かりますわ。もう5回か、何もやってねえな、何もやってない。ていうかすごいいい試合じゃん、投手戦じゃん。方向を流しました、弾き返した打球はライトへ。バッターはやっちゃえ、アウトコースうまく捉えた、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。よし来い、低めのボール球打ってきた、まずい。ああよかったよかった、掴んで3アウト。先制は許しませんでした。よし、チャンス作ろうぜ。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。しゃ、真ん中打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。久々ヒット打ったよ、バッターランナーは。これはチャンスでしょう。甘い球は見逃しませんでした。頑張れ。久々チャンスだよ本当に。落ちるボールです。外低めに変化球、なんとかしろなんとかしろ、最低でも進塁だ。ファールボールです。落ちる球を見極めました。これでフルカウント、見逃しましたが、まあしょうがないね、しょうがないしょうがない。バントのサインは出ないんだね。これもアウトコース、速いボールが。バントさせて1番の上本でもういいと思うけどね。このストレートは外れています。際どいがボール、うまい。ランナー返すことができませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ここはちょっと期待できるよ。いや、なんとか行きたいな、ホーム帰りたいな。
インコース低めのストライク、これはよく見ました。誘ってきましたが見極めています。これで3ボール。左へ持っていった、ナイバッチ、大きいぞ、切れるか、フェアか、ナイバッチナイバッチナイバッチ、よっしゃ、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、いや嬉しいね。先制したシーンですが、よし守ろう。まあ俺の守備は結構高い確率で足引っ張るからね、足引っ張らないように。打ちました、これはどうか、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。全然球来ませんね、退屈ですね。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになります。さあ一打同点の場面、スワローズはクリーンナップを変えてきました。なんだろう、怪我かな、疲労かな。この選手をベンチスタートさせるってことは絶対なんか理由あるよね。このピンチ、マッチ、三振を奪い、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。さあ一打同点の場面、スワローズはどうしたの、結構俺の中で結構主力選手が代打で出てくる感じだけど。さあそして畠山、疲労かな。この打席でホームランを放てば、変化球打った、セカンド取った、一塁送球、一塁、よし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 、こういう時に転がってきてね、俺足引っ張るんだよな。ストレート打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト、ありがとう鳥谷。リプレイでご覧いただきましょう。俺の頑張りを見よう。もう鳥谷が取ったぐらいで飛び込んでるからね。よし強振行こうか。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、はいはい、雄平が掴んで3アウトです。これから7回タイガースに選手の交代がありました、うん、ゲームは7回の、よし引っ張った、セカンドが取る、これが今日の初、セーフか、ゲッツーとかしたいな。打ちました、本当に来ない、ライトライナー掴んで、ま、やんない、ワンアウトランナー一塁となりました。今日は守備で交代してそのまま出場している、あ、筒香の名前が消えた。チームに貢献する活躍を見せました。打ちました、セカンド取る、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。あれじゃない、今なりいらないんじゃない。サードのところ別に誰もいなくてもいいぐらいだからね今ね。打ちました、上本、アウト、ワンアウト、変化球、空振り、やばい、退屈です。打ちました、これはどうだ、バット取れない、これはセカンド、いやヤクルト打線もさ、もうちょっと空気読んでくんねえかな、今これ撮影中なんだよね。ツーアウトランナー、さあピッチャーに打順が回ってきましたが、その撮影中ってこともあるからさ、ちょっと空気読んでこっち転がしてくんねえかな。打ちました、ピッチャーが取る、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。空気読まないね。よし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 、じゃあバッティングで活躍しようよ。バッターは7番、4打数2安打すれば文句ないだろう。初球打ち、オッケー、これでマルチヒット、バレイ、リサ、ランナーをホームへと迎え入れたいですね。ここで点が入ればね、そう簡単に追う。2球目打ちました、三輪が抑えて3アウトチェンジです。さあ空気読めよう。試合は最終回まで来ました、撮影中だからねこれね。攻撃、今日は代打で途中出場、2回目の打席、ライト方向を流しました、打球はライトへ、6番
これはこなそうだな。打ちました、流しました、これはどうか、三塁線落ちてフェア、一塁蹴って二塁に向かう、二塁へ、バッターランナーは二塁まで進みました。島です島です。このピンチは空振り三振、完封やっちゃえ。打ち上げた、高い打球になった、どこ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 、最後は内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、まあ、今なりのグラブにボールは入ってなかったね。タイガースが相手だ、勝ちましたよ、勝ちましたよ、何もやってませんよ、はい、何もやってません。あ、今日先制点はあれだよ、今なりスタートだよ。守備したかったな、球飛んでこないんだよね。いや素晴らしいですね。お、おめでとうございます。2週間いなかったからね。今さ、ちょっと気になったのがさ、個人投手、あー結構並んでるね、みんなね、勝ち星、はあ、パリーグは、わーすごい、大谷が抜けてるね。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、次が中日戦かな、うん、ここ最後にしようと思ってます。レギュラーシーズンは27の、カープ戦を、中日をどこで取るかだね。ここ、うん、9月の頭の方に取ろうか、9月の5、6、7のどっかの中日戦を次は取ろうと思います。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。